皆さん、ポコニャチは。今日は40秒スピランに挑戦していくよ。あ、鬼畜の塊だってさ、これまた難しそうな感じだな。まあでも、今までいろんなコースをプレイしてきたし、まだまだ難しいコースなんていくらでもあるぞ。早速鬼畜具合を見ていきましょ。まずは、いきなりピスイッチが作動したぞ。びっくりして動けなかった。情けない死に方。ほっとけ。これ、壁キックスタートできるね。あ、こないだやってたやつだな。若干早くいけるのよね。とがめを持っていけなかった。でも、なんだか配置的に結構難しそうね。めちゃくちゃトゲが多いんだぜ。見た目に惑わされちゃダメだよ。おっと、これはヒップバネじゃん。手届かない。ヒップドロップで。あう、せっかくいけたのに。そもそもヒップバネジャンをしっかりしてればヒップドロップしなくていいんだけどね。さあ次のエリアだな。あ、しまった、くぐれなかった。もう、積んでるわよね。この通りですわ。今度はちゃんとくぐって。次のガリガリは絶対食らうんだよな。それ以外方法はないね。そしてクリボーか。これに乗り継がなきゃダメだったか。前にプレイしたファイナルトライアルのコースにもあったわよね。懐かしいな。あっと、しまった、ここはダッシュ解除スピンジャンプじゃね。忙しいわね。ダッシュしてるとファウブロックを持っちまうもんな。さらにスピンジャンプもしなくちゃだからね。それ当たるかい。どうすればいいの？このパックンでジャンプの高さ調整だね。おお、スムーズにいけたな。ちょっとゴム兵ちゃん、あんたそっちじゃないよ。何キャラだよ。いやー難しいけど、ここまでは結構安定してきた。うん、時間的にも折り返し地点って感じかしら？多分ね。ってちょっと待てよ、ゴールの床じゃん。でもトゲで覆い尽くされてるわよ。カギドアがあるのか。せっかくゴールがあったのに、あれってどうやってゴールするんだ？とりあえず先まで進んだ。あー、ちょっとトゲに当たっちゃったよ。あれま、これは積んだわね。Pスイッチが切れる時に横パインに乗れば、ってタイミングが合わなかった。今度こそ。慌てずに慎重に行かなきゃな。よし。あとはこのまま進むだけだ。この先のドアがゴールじゃないかしら？もろたで駆動。だー、ワンプレー。さて、このコースのおさらいだよ。最後はワンフレだったか。ポコニャン前にやった時も苦戦してたもんね。目押しは割と得意なんだけどね。ポコニャン唯一できることって目押しだけじゃねえわ。それにしてもこのコース、短いのにすごくいろんなテクニックを取り入れてるわよね。地獄の名にふさわしい難易度なんだぜ。そうだね。このスピンジャンプも何気に高さ調整がシビアだし。ま、安定してきたのならよかったわ。問題は最後のワンフレだけど。タイミングってどれくらいなんだ？そうだな。エリアが切り替わるときに円が大きくなるでしょ。円が出始めた瞬間くらいにジャンプをすると成功しやすいけど。ふーん。結構感覚なんだな。さあ決めなさいよ。おうよ。ここだ。じゃあ成功したー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。いやー、シビアなところが多々あったな。そうね。ワンフレに関しては完全に経験不足だし。ちゃんと回数こなさなきゃダメだよね。まあでも、無事に一番乗りができてよかったよ。タイム的には結構余ったんだな。そこだけは甘めに設定してくれて助かったわね。うん。ダスジャンがあったらまた難易度がさらに変わってきただろうね。さて、コース制作者のヨウトさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。